ボールに対しては怖くなかったし、攻撃もしっかりと、は考えてなくて、そこは独立リーグなんか台湾に。こうノックのとこはこいけるね。ナイスボール。ナイスボール。ナイスボール。一緒に休もうかと思ってたの。今日思ったよりボールに対しては怖くなかったし、攻撃もしっかりと痛くなく取れてイメージ通りでした。そうです、まあ、NPB、は考えてなくて、そこは独立リーグなのか台湾リーグなのかっていうことでやろうと今は思ってます。万全ではとかそういうのはないんですね。生きてればみんなそれぞれあるので、皆さんが持っている腰痛と一緒です。僕の病気もこれからも付き合っていく病気なので、万全ではないですけど、でも野球が好きで野球をやりたいという思いで今ここにいます。ありがとうございます。いや、まあ、特にないですけど、やっぱり餃子とか栃木弁とか初めて来たんでね、栃木のいろんな美味しいものとか栃木のいろんな人とかにちょっと会って話して、栃木の大事とかね、そういう言葉とかもぜひ習っていけたらなと思います。いや、初めて来たんです、栃木は。来たことがなくて初めて来たので、だから皆さん野球とか言わず栃木 を楽しみに来てもよくないですか。ごめんなさい、はい、ごめんなさい。いやいやいや、そうです、野球もちろん頑張ります。野球頑張ります。野球頑張ります。ありがとうございます。もちろんそれは選択肢はあると思います、はい、4日間楽しく自分でやりたいと、その中でいろんなものを自分の中で決めれたら決めたいし、まあ餃子が美味しいとか、餃子がちょっと美味しくなかったらちょっと考えさせてという、ね、美味しい美味しいって聞いてるから、と食べた時にこれ聞いてる話と違うとなったら、ちょっと僕もそこの栃木はちょっと考えさせてもらおうかなっていうふうに思ってるんで、行く店があるからだいぶ結構緊張感あると思います。厳選して皆さんどうかお知らせ、情報をくれぐれもここに行ってくださいと、ここなら間違いないと、7割だと、7割バッターですと、ここはそこをぜひ教えてください。暑くてまだ餃子は食べてないけど、人も本当に挨拶もしてくれるし、すごいいい印象なんですけど、ね、まあ、これからが勝負でしょうね。どこかで何かあるんだろうなとは思ってはいますけど、今のところはもう皆さんすごく優しくて、栃木県民の皆さん、まだ会ったのはコンビニの人とホテルの人しか会ってないんですけど、あと皆さん何かこれから楽しみです、はい、栃木は今来たばっかりでイメージもゼロで来ましたからね。まあ一応栃木っていうのは小山っていうのがあって、新幹線東京駅から45分、これはこの前初めて3日前知ったんで、そっから始まりましたね。さあそれからどうなるか、栃木がイメージは、まあ一応45分にある県があると、小山市がある、そして宇都宮がある、餃子がうまい、大丈夫が大事。イメージとイメージは、それが僕の精一杯の今のイメージで、それを覆、もっともっとこうなんか栃木はこうだよっていうのをぜひ皆さんが教えてほしいし、
とか僕が鹿児島から出てきた田舎者なので栃木はまあどっちが都会かっていうとねまあまあ2ゲームぐらいで栃木かなと思うんだけどまあまあいい勝負するんで餃子があるけどこっちは黒豚があるしね、まあ、何の勝負か分からないじゃあOKでした。